ピンコーチありますキャンプ飯。ああ。なんでちゃん美味しそうに食べるの。キャンプ効果で美味しくなるのかっていう。なるほど。酒。ノンアル。くるくるくると。やけどした。指毛が全部焼けましたね。くるくるちょもちょも。ボコボコ来だしたよ。これあれやな、夜間もいるな。あーいいね、そうね。ちなみにこれも火かけれるんちゃう？同じあれですね。うん、飲み口とかマックスに熱くなんねん。あーそれちょっと危ないかお前やな。もうちょいやね。うんうんボコボコの出方が変わってきた。お、本当だ。ビール早開けたいな。もっと弱火にしようかな、ね、最初は。指毛が焼けるということを学びました。いやー大丈夫。やけどとかは全然してない。バッてやる。うん、毛がないって。沸いたー。ビリーン。うわー。へい。どう？暑い。あ、でも暑い。あ、本当？あちあちまではいかんけど、うん、全然暑いな。これ見ちゃおうかな。見ちゃう。はい、いきます。はい、大丈夫です。はい。それでは、プシュッときますか。くー噂の BR です。BR 0.5% 清涼飲料水としての立ち位置にいるらしいですので。あ、そうなんだ。飲んでも大丈夫。へえ。俺ちょっと最近話題のこの泡が出てくるらしいんですよね。お、パカッと開けると。すげえすげえすげえ。ちょっと開けてみます。どうなんですかね。お、うわちょっとごめんちょもちゃん。大丈夫。うわそういう感じこれは言っていやマジでこんなに出ると思わなかった。じゃあ乾杯しましょうか。乾杯しましょう。ふぃー、乾杯。言ってくれ。でも味はビール完全に。あ、そうなんだ、うん、へえ。これビールつって出し続けたら酔う人酔うんちゃうかな。運転される方飲まれてくださいって方は絶対に今すぐやめます。今から6時間運転しません。まあ夕方までいいですよ、うん、いやすいませんなんか。いや全然全然。いやいいって聞いてんけどな、うんうんうん、あそうなんだ、うん、お茶いただきやす。ダメなんかな。もういいかな。3分待たない派。俺も待たない派なんですよ。俺も待たない派。あ、もうちょいかな、俺。俺はもういけんじゃない？いけますね、多分。あ、俺いけそうです。お、あ、もういけるかな。晴れてきたぜ。お、天気を味方につけました。ちょっと、いただいてみたいと思います、うん。本当にそんなうまいのかっていうね。いやー。まあ、見た目普通のカレーヌードルやけどね。うん。いただきます。うめえな、この野郎。うめえなこの野郎。うまっ。こんなうまかったっけ。うまっ。お湯温度これぐらいでよかった。うん、あーうまっ。うん、くそうめえな。うん、箸進めようがいいですよね。あ、そうだね、うん、ごちそうさまでした。イエーイ。
美味しかった。ありがとう。検証結果ですけれども、うん、外で、うん、食うカレーラーメンは赤梅という。まあうまかった。なんかカレーヌードルが一番うまそう。醤油もうまいんだけど、うん、このキャンプってやっぱカレーじゃない。まあね。一番いいんじゃない。いいかもね。うん、美味しかった。うん、今から我々はベーコン焼いたりケソ焼いたりしつつ、引き続きゆるキャン楽しんでいこうと思います。またね、ニューキャンプ道具なんか仕入れたりしたら紹介なんかもしていきましょう。あ、なんかもしね、おすすめなキャンプ道具があったら、めっちゃ教えて。ぜひ教えてください。教えてください。あのキャンプさん。今回はですね、キャンプ道具でカップヌードルカレー味を食べてみたら美味しいのか。検証しました。ありがとうございます。電車が来た。君がくれたのは消えない甘い香り。君がくれたのは消えない甘い香り。ひねってあげましょう。うわ、めっちゃうまい。オープニング初めて。バカうめえ。あ、うめえ。これだけで米8膳いける。